フロントウイング。グリザイア、ファントムトリガー、はじめからね。もしもし、うん、そう、あたし今空港に着いたとこ。大丈夫大丈夫、迎えとかいらないから。久しぶりの日本だし、のんびりいろいろ見ながらそっち行くよ。大丈夫、子供じゃあるまいし、迷子になんかならないし、寄り道しないでサクッとそっち行くから。分かってるって。そんじゃまた後でね。さてと、久しぶりの本土だ。相変わらずじめっとした国ね。いろんなものがあっという間に腐っていきそうだわ。あの子ちゃんとやってるかな。よし、一丁様子でも見に行ってみますか。溢れ出してく言葉が世界のすべて変えてく。どんな時も怖くはない君がいるから。それでは改めまして、クリス、開始おめでとう。あります。ご心配をおかけいたしましたが、クジラセクリスティナ桜子、皆様のおかげで無事退出となり、再び美浜へ帰ってまいりました。帰ってきてくれて本当によかった。泣くほど。いや、私ら姉妹にしてみりゃ、栄養管理してくれる人間がいないのってマジで死活問題なんだわ。あんたたちってば、クリスの顔を見ればご飯の話なの？さすがに失礼よそれ。そりゃ分かってんだけどさ。クジラセがおらん間は私が食事の用意をしてやったではないか。そのことには感謝してるんだよ。でもやっぱりクリスのご飯じゃないと食べた気がしないっていうか、食事の量なら十分に用意したであろう。でもなんていうかさ、うまく言葉にできないんだけど、朝起きてここに来ればクリスがいて、おはようって言ってくれて、私がランニングに行く前にはいつも冷たい牛乳でココアを作ってくれた。ねえクリス、ココア作って。もう私だって朝食の準備で忙しいんですから、それくらいは自分で作れるようになってくださいよ。クリスの作ってくれたココアが飲みたいんだろう。仕方がないですね、そんな風に言われたら作るしかないじゃないですか。ありがとうクリス。そう言っていつもクリスはココアを作ってくれた。それがいつものことで、もうそれが当たり前だとさえ思ってた。だからクリスが不意にいなくなって胸にポカンと隙間が空いたみたいで、それが本当に悲しくて。朝起きてここに来て、誰もいないキッチンを見て、クリスはいないんだって改めて確認して、クリスはいないんだからココアは自分で作らなきゃいけない。冷蔵庫を開けて牛乳を出して、棚のココアの瓶を手にしたけれど、計量スプーンが見当たらない。スプーンが入ってる引き出しを
ガチャガチャ引っかき回しながら、ねえクリス、計量スプーンがないよって言いかけて。ああ、そっか、クリスいないんだって思ったら、なんだか急に泣けてきて。私はほら、本当のお母さんって知らないから余計にそう感じるのかもだけど、私にとってクリスはとても大事な人なんだなって痛感したんだよね。レナさん、クリス本当に無事でよかった。本当に。レナさん、何が食べたいですか？今日のお昼は食べたいものを何でも作ってあげます。じゃあナポリタン。そんな簡単なものでいいんですか？うん、訓練の後とかで小腹が空いたなって時、クリスいつも作ってくれたでしょ。わかりました。じゃあ7分待ってくださいね。結局作らせるのね、退出したばかりだというのに。いいんですよ、働いていた方が落ち着きますから。うむ、では私も手伝おう。じゃあ玉ねぎを切るのを手伝っていただけますか？催涙ガスの対策が必要だな。皆さんもいかがですか、ナポリタン。久しぶりだし、私もいただこうかな。私もあれば食うぜ。自分もぜひいただきたいものであります。めぐみ、あなた大丈夫？はい、何がでありましょう。お前最近太っただろう。肉、何のことでありましょう。いや、実際君少し太ったよね。顔が丸くなったような気がする。そんなことはないでありますよ。それに、なんというか胸も育ってるよね、これ。この前作ったばかりの美浜の制服がパッツンパッツンじゃないか。気のせいでありますよ。そうかい。じゃあ制服が縮んだのかな。裁断繊維の制服が縮むわけないでしょ。太ったのよ。二の腕をつまんで引っ張ったら痛いであります。ぽよぽよじゃない。いくら禁止されてないからって際限なく食べるからそうなるのよ。あう、禁止って？ほら、セントエールってああいう学校でしょ。基本的に提供される食事は質素なものが多いのよ。でも山岳良兵の若い子が学園の出す粗末な食事で満足するわけがない。だからセントエールの子は時々学外で買い食いをするのが伝統なんだけど、そんな機会はあまりないから、食べれる時にドカッと食べる癖がついてるのよね。ああ、それと早飯なのも太る原因だな。フォロー出身でもねえくせに、私や姉さんと変わんねえ速度で食うしよう。自分はやっぱり遠慮するであります。いいわよ、食べなさい。よろしいのでありますか？いいわよ。その代わり午後の訓練でメニュー追加するから。ナポリタンができたぞ。テーブルの上を片付けてくれ。もうできたの？ずいぶん早いわね。いつレナさんやマキちゃんがママお腹空いたって来てもいいように、いつもパスタとカレーは用意してあるんですよ。注文から提供までの時間が短いのには理由がある。冷凍による作り置きだ。スーパーで箱買いした乾麺のパスタをドライウェイトにして2キロほど茹でる。この際の茹で時間はパッケージ表示時間の 1.5 倍から 1.7 倍、標準よりもたっぷりと湯を吸わせてもっちりと茹で上げたパスタにオリーブオイルを癒着防止の剥離剤として添加。よく攪拌して粗熱を取り、一晩冷蔵庫にて冷蔵する。翌日深見がパスタが食べたいと宣言した場合はそのまま再加熱調理して提供。その日のうちに消費できなかった分はフリーザーバッグにて冷凍保存する。オリーブオイルにてパスタをサーフェスコーティングした場合、冷凍すれば1ヶ月間は風味が持続する。あとは注文に応じて解凍による短時間調理で提供するもよし、昼の弁当などの気になる隙間におかずのバッファーとして詰め込むもよし、育ち盛り食べ盛りの子を持つ主婦には当たり前とも言える必須スキルであると言えよう。
相変わらず小賢しいなおめえは。料理なんてものはうまけりゃ正義なんだよ。そのうまい料理が当たり前と受け取られないようにあえて言葉にしているのだろうが、バカかお前は。まったくバカという生き物は感謝ってことを知らん。他人に感謝することができない奴は誰にも感謝されんぞ。何を。それにしてもまたすごい量ね。ちょっと張り切りすぎてしまいましたかね。大丈夫、余ったら全部私が食べるから。私と姉さんがいるのに余るわけねえだろ。はぁ、あ、美味しい。このいかがわしいまでの真っ赤なケチャップによる濃いめの味付け、そして何とも言えないもちゃっとしたパスタの食感、玉ねぎの甘みとピーマンの苦み、缶詰丸出しのマッシュルーム、そして薄切りされたスーパーで2袋298円のソーセージから染み出たほのかにスパイシーな肉のうまみ。それ褒められてますか。私、これは喫茶店のナポリタンでありますね。なんだかとっても知っている味であります。知っている味、そう、これは言ってしまえばとても平凡な味だ。しかし平凡であるがゆえに直球、おかしな工夫をしたり余計とも言えるひと手間を加えることもない。口にした瞬間に素直に美味しいと言える味だね。なあ、わかる。ポテトコロッケを買ったはずなのにかぶりついてみたらほんのりとカレー風味だったりすると地味にイラッとするよね。カレー味が食べたいときはカレーコロッケ買うボケみたいな。なんで余計なひと手間加えちゃうかなって感じ。ああ、わからないでもないけど。別に私だって変化球は嫌いじゃないんだよ。嫌いじゃないんだけど、求めてないタイミングで投げられてもそれはストライクじゃないんだよ。わかって。例えばそう、真夏のクソ暑い時期に汗だくで帰ってきて冷蔵庫を開けて麦茶だと信じて全く疑うこともなくガブーッと飲んだら、そばつゆの作り置きだった時の衝撃に近い感じ。うん、わかるぞ。牛乳だと信じて飲んだ乳化フローロカーボンのようなものだな。いや、ごめん、それはわからない。え？いや、お互いに不思議そうな顔して見つめ合うなよ。不思議って言えば、前から不思議に思ってたんだけど、紫ってトマトは嫌いなのにピザとかパスタとかトマトを使った料理は食べるわよね。私はトマトの全てを嫌っているわけではないからね。トマト嫌いにも複数のパターンがあるけれど、私がトマトを嫌う原因は種の周りの干渉ゲルだよ。ゲル？トマトを切ると海外製電動ガンのグリスのように緑色でドロドロしたものが種の周りにまとわりついているだろう。あれがダメだ。種を保護するために栄養価の高い部分なんですけどね。それに完熟トマトであればそれほど青臭さも感じないはずなんですけれど、私はトマトのイメージがあまり良くないんだよ。実家でトマトを露地栽培していてね、子供の頃はよくそれを食べさせられたけれど、正直美味しいと思ったことはなかった。私もいろいろと試してはみたんですよ。静岡県産の高糖度トマトとか。それでも食べる前からトマトはまずいに決まっているという認識があると、それが美味しかったとしても、でもここがダメとダメなところ探しを始めてしまうんですよ。小さい人間ね。トマトが美味しいことを認めると、これまでの自分の価値観を否定されてるような気がして気分が悪いの。私は別にトマトが好きな人を否定はしないし、トマト好きの人がいるのも認めるけれど、私の味覚には合わないと言っているだけだよ。好みは人に強要するものじゃない。それにそういう等価だって、わさびが嫌いじゃないか。確かにわさびは嫌いだけど、ローストビーフのホースラディッシュは食べるわよ。同じことじゃないか。全然違うわよ。いい？前にも説明したと思うけど、
わさびは防虫剤なのよ。クリスだってライスストッカーの中にわさびを入れているでしょ。わさびは虫も食べないようなものなの、わかる？また始まったであります。またクジラセ先輩が入室している間、食材の買い出しに行くとこのお二人はいつも喧嘩していたであります。子供だけで買い物に行かせると自分の好きなものしか買わんだろ。あれを買う、これはいらないで大体喧嘩になる。牛がいい、豚がいい、エビがいい、カニがいい、とてもではないが全員の要求は受け入れきれない。そこで誰かの100点ではなく、みんなの80点となるメニューを考え始める。しかしね、誰にも怒られないように作った料理というのは誰にも響かない料理と同義。この飽食の時代にあっては、ただ消費されクソになるだけの空虚なものに他ならない。ではそこに付加されるべき価値とは何か。答えは健康だ。味が薄い、食った気がしない、基本的にあまり美味しくない、それらネガティブを一気に払拭するのが健康というワードだ。人は健康と関すれば多少のネガティブには盲目となる。迷った時はより健康値の高いものを選ぶ。その結果、多少味気ない料理になったとしても健康こそが最高の調味料だと思えばいい。それこそが最も正しい大人の選択だ。あたしらみてえなクズが長生きしてどうすんだ。明日死んじまうかもしれねえってのにまずいもん食ってる余裕なんかねえし、大人になる意味もねえよ。ここの連中と来たらこれだ。ああ、でもタイガ師匠の作ってくれたキーマカレーは美味しかった。あれなら毎日でも大丈夫。ふんすふんす。やめろ、離れろ、私の匂いを嗅ぐな。うん、もう照れちゃって可愛いな。私が不在の間、随分と不自由と不便を強いたようで、すみません。食事の面以外でも、あなたがいないと私たちはこうも脆いのかと痛感させられたわ。特にハルトとか。あの子、まだ400時間程度だったのね。現場での態度を見てると1500時間オーバーの遺憾クラスの着物座り方してるけど。そうね、そういう意味ではあの子は志保の形見だから、私も丁寧に育ててみようと思ってるわ。問題ないわ。面倒かけるわね。あなた最近ちゃんと寝てるの？嘘つきなさい、顔見ればわかるわ。もう何日寝てないの？クリスがいないと自分も管理できないの？あんたは。いいから、これが終わったら寝なさい。わかった？いつもそう言って結局寝ないじゃない。今日はあんたが寝るまで私が見張るから。そう言って3日も寝てないから言ってるんでしょ。いいから来なさい。明日やればいいでしょ。あと、ハルト、あなたなんか匂うわよ。最後にお風呂入ったのいつ？嘘でしょ？今日は木曜日よ。汚いわね。お風呂入りなさい、今すぐ。ダメよ。っていうか私嫌よ、こんな臭い男と一緒に寝るの。いいから来なさい、洗ってあげるから。
最初から素直にそう言ってればいいのよ。放っておけば寝ない、お風呂にも入らない、食事は葉っぱしか食べない。よく今まで生きてきたわね、あの男。何？マスターの話？なんでもないわよ。っていうかレナ、あんたあんな男のどこがいいの？どこって言われてもな。単純に刷り込み洗脳のせいだろ。あたしらはそういう風に作られてるし、マスターに対するそれを恋愛感情と混同するやつも別に珍しくはねえよ。私はそれだけじゃないって思いたいんだけどな。じゃあどこがいいのかって聞かれると難しいな。それこそ単純に見た目の好みの問題ではないのか？最近はあの手の血圧の低そうな男が受けていると聞くしな。確かに見た目の好みってのもあるんだけど、それだけじゃないっていうか、あれはいつだったかな、まだ私がマスターの元に来て間もない頃だったと思う。マスターが本社に呼び出されて赤坂に行った帰りに急に雨が降ってきてさ、私がマスターに電話して傘を持って駅まで迎えに行くって言ったら、近くの神社で雨宿りしてるって言うんだ。でね、傘を持って神社まで迎えに行ったら、マスターは猫と一緒に軒先に座り込んでたんだよね。猫と？そう、猫とお互い気まずそうに少し遠慮したような距離で座り込んで、同じような顔して雨が降る空を見上げながら、マスターは猫と敬語で会話してた。いやー、急に降ってきちゃいましたね。もう少し持ってくれれば帰れたんですけど。あなたはどちらにお住まいですか？何それ。私もそう思った。なんでこの人猫と会話してるんだろう、しかも敬語で。で、私なんだかそれがおかしくって、笑いながらマスターに近づいていったら、そんな現場を見られていたのが恥ずかしかったのか、マスターは言ったんだ。初めて会った猫だし、最初は敬語で話すべきかと思って。で、うーわ、変なやつ。つーか、それ普通にキモいだろ。猫と会話してるのが上にバレたらカウンセリングに通わされるレベルだぜ。ま、ハルトは昔からそういうところがあるからね。だから言ったじゃん、説明は難しいって。でも私はそんなマスターを可愛い人だなって思ったし、そういったことがいくつも積み重なって今の感情になってるんだけどな。要は姉さんは趣味が悪いんだな。よくあんなのの命令に従ってるな。そうだな。マキにも分かりやすく説明するなら、惚れた相手に屈するのは恥じゃない、それが愛だってことかな。愛ね。姉さんの純愛とやらを笑う気はねえけどよ、私は私より喧嘩の弱えやつに屈する気はねえな。だから前にも言ったじゃん、マスター強いよ。ああ、そうかい。じゃあ後で確かめてやるぜ。え、喧嘩するの？いや、ほら今日は午後から格闘術の授業に出るからさ、ハルトも来るって言ってたし、そこで試してやんよ。ああ、なるほど。姉さんはどうする？私はタイガ師匠と一緒にタクトレの授業に出る約束してるから。神よ、そろそろ私を師匠と呼ぶのはよせ。むしろ私が教えを請うみだ。タイガでよい。マスターがタイガ様って呼んでるのに私が呼び捨ててちょっと抵抗あるな。他の皆さんはこの後はどうされますか？自分はこの後、トウカ先輩に特別授業をしてもらう予定であります。そういうクリスはどうするの？そうですね、この後はハルトさんの研究室に顔を出して、私がいない間に溜まった仕事を少し片付けて、その後は
入室していた間の座学の遅れがあるので、有坂先生に補習授業をお願いします。ああ、それならいいよ。ハルトのところへは私が手伝いに行くから、君は補習の方に集中してくれ。でも…逆にするかい？私が君に変装して補習を受けてもいいけど。さすがにそれはバレると思うけど。大丈夫だよ。有坂先生にはもう何度かクリスに変装して会ったことがあるけど、一度もバレなかったし。それに補習は自分で受けないと補習の意味が…ちょっと待って。私に変装して有坂先生に何度かって、はもちろん冗談だよ。いつは忍者ジョーク。どこからが冗談なのかな。失礼します。はい、私はクリスですよ。どうしてわかったの？結構自信あったんだけどな。こうもあっさりとバレてしまえば、忍者としてのプライドがズタズタだよ。別に、ただクリスが補習でハルトのところに来られないから、その代わりだよ。なんか面白そうだったから。ボトックス注射の代わりに、デコに鉛玉ぶち込んでやろうか、クソババア。ちなみにこれ、この前茶そまきが学園長に向かって言ったセリフだよ。命知らずだね。セックスができれば恋はいらない。女は恋ができればセックスはいらない。オメガは月に行ったらしいが、それがどうした？俺のカシオは、俺と一緒に何度も戦場に行って、毎回無事に帰ってきてるぞ。なんで？ロウカさんって、そんなの無駄、10年後に何が残るの？ってよく言いますけど、そういうロウカさんは、10年後、何人の友達が残っていると思いますか？言わせておいてそれはないんじゃないかな。私は君のおもちゃじゃないぞ。楽しんでもらえたのならそれでいいんだけどね。いや、仕事を手伝いに来たのは本当だよ。と言ってもクリスほど有能に仕事ができるわけじゃないけどね。何か私に手伝えることはあるかい？私はそこまで脳なしかい？これは何の書類だい？逆に言えば仕事が減ってしまった。仕事が減るということは
役に立つ機会が減ったということだ。こうして自分から仕事を探しに行かないと、そのうち何もさせてもらえなくなってしまいそうで不安だね。だといいんだけどね。クリスは補習、レナとタイガはタクトレ、マキは格闘術の授業。ハルトをぶっ飛ばすって言ってた。1時35分。学生の格闘術に付き合うなんて珍しいじゃないか。偉いな、タイガー。ティーガー。難しいね、人の名前ってやつはさ。ハルト、どこを見てるんだい？グミゾーとクッコロは狙撃の特別授業だって言ってたね。何がだい？何をする気なのか説明ぐらいしてくれるんだろう。スナイパーの仕事っていうと、遠くにある標的に弾を当てることだと思われがちだけど、それだけが全てじゃないのよ。スナイパーの仕事の始まりから終わりまでを1から10とすれば、引き金を引くのは8の段階の一瞬だけ。むしろ偵察や測量、そして観測がメインだと言ってもいいわ。狙撃で勝ちたいなら、まず敵との撃ち合いを避けること。相手に気づかれない位置から一方的に撃つのが狙撃の基本よ。そしてそれを実現するには、相手の戦力火力を知り、相手がどこを警戒しているか、相手の銃口がどっちを向いているかを正確に知る、もしくは詳細に予測する。相手の移動速度や経路、地形の有利不利、相手の心理状態とか、さまざまな要素を分析して少しでも有利な地点に移動して狙撃する。それら多くの要素を加味した上で、スナイパーが勝つために必要なのは体力と洞察力、そして正確な分析力と強靭な忍耐力。あとは視力ね。視力というとどうしても先天的な優劣がつきそうだけど、視力は筋力と同じ。日頃の訓練である程度なら強化することもできるし、今は視力回復手術って手段もあるわ。銃の性能や射撃技術なんてのは最後に必要な要素だということを忘れないように。それは人の山の中で思い知らされたであります。実力の差は経験の差よ。そこで今日はあなたに観測の基本を教えてあげる。ありがとうございます。でもこんな場所で何を観測するでありますか？私も古い先生に聞いた話だけれど、昔の美浜の学生は中庭に赤旗を立てて射撃訓練をしたり、屋上から学園長室を観測しては訓練をしていたそうよ。なるほどであります。しかし狙撃にしては近すぎる距離であります。この訓練に効果はあるのでありましょうか？やらないよりはマシでしょ。真面目にやりなさい。訓練は本番のように、本番は訓練のようにが基本よ。あれは何でありましょうか、トーカ先輩。あれって何よ。どこ？東校舎2階であります。図面によるとハルト殿の研究室でありますね。どれ？めぐみ、ちょっとライフル変わって。は？いや、でもしかし。いいから。何をするのかと思えばまたくだらないいたずらをする。トーカをからかうからだよ。トーカは特にこういう冗談を嫌うからね。ツンデレも度を越せば人が死ぬ。ガラス一枚と引き換えで学ぶ情報としては釣り合いが悪い。これに懲りたら今後は過激な冗談を控えた方がいいと思うよ。
少なくとも私は君に愛してるなんて冗談でも言われたことがないけどね。賢明だね。忍者に向かって愛してるなんて言ったら仕事をしなくなるよ。まったく何考えてんのよ。実弾を撃ち込むのはさすがにやりすぎでありましょう。まして相手が上官ともなれば免職どころか殺処分も十分に考えられるでありますよ。平気よ、あいつ私のこと愛してるらしいから。確かに紙にはそう書いてありましたが。読んだの？読みました、読みましたが、たった今その内容を失念したであります。さあ、いい子ね。どうか先輩はあの方を随分と信頼しているでありますね。はあ？どうしてそうなるの？いえ、言ってみただけであります。そういうあなたはハルトが苦手？苦手というか少し怖いであります。暗い森の中でブギーマンに追いかけ回されたのがよっぽど怖かったのね。森の中で200人のシルビア教官に追いかけられたようなものであります。あんなのに捕まったら木から吊るされて晒し物にされるであります。あー、やりかねないわね。あの男変なところで子供っぽくて無邪気に残酷なところあるから。完全に殺人鬼の所業であります。今さら何言ってんのよ。どんな理由をつけたところで所詮私たちだって人殺しよ。絶対にろくな死に方をしないわ。それに本部に行けばあんな性格のタヌキみたいな食えないジジイばっかりよ。老人は国の宝なんてよく言うけど、 SARS の現場組は意味が違うわ。例えばあなた、今の生活を続けててあと何年生き残れる自信がある？それは決して長生きはしないでありましょうね。そう、つまりサーズ現場組の年寄りなんてのは全員漏れなく仲間の死体を踏み越えて地獄を生き残ったサバイバーなのよ。やばいやつしかいなくて当たり前じゃない。そういう連中に比べればあいつなんてまだまだ可愛いものよ。いい、いい、恵み、強くなりたければ生き残りなさい。生き残ったやつが一番強いのよ。わかった？それ志保先輩にも言われたであります。それはあなたが危なっかしいからよ。あなたって変に善人で優しいから。それって人殺しには一番邪魔なものよ。強くなりたければ生き残りなさい。生き残りたければ善人をやめなさい。善人でなくても正義の味方にはなれるし、正義ってのは勝った人間に与えられる称号よ。それができないならこんな仕事はやめて、戦場で難民に井戸の掘り方を教える仕事に就きなさい。そっちのが向いてるし、そっちの方が感謝されるわ。どうか先輩はとっても優しい人でありますね。は？あんた私の話聞いてと？優しい人は寂しがり屋であります。寂しがり屋は他人とのつながりをとても大切にするであります。大切にするからこそ簡単に他人を信用しないであります。疑って疑って時にはわざと嫌われてみたりして、そんな風に何度も何度も相手を試して、こんなめんどくさい私でもいいのって何度も試して、それでもいい、そんな君がいいって人とだけ仲良くなるのでありますよね。勝手に決めないで。実弾を撃っても許してくれる相手だと知っているから撃ったのでありますよね。いびつではあれど、それがどうか先輩の考える信頼というものなのではないでしょうか。間違っているでありますか？そうね、改めて言われるとそうなのかもしれないって気がしてきたわ。そんな東花先輩に気に入ってもらえるように自分も頑張るであります。言葉だけではなく生き様で信用を勝ち取りたいと思っているであります。Thank you.
後輩から見て私がそういう風に見えるようになったということは、私もそろそろライフルを変える時期になったということかしらね。どうしてでありますか？トーカ先輩はレミントンがよく似合っているであります。変えてほしくないであります。スワガー一等軍曹がシャイタックを撃っていても違和感はないでありますが、ベケット上級特務総長が M40A1 以外を撃っていたら、うんってなるのと同じであります。誰よ。よう来たな、ちびっこ。専用の銃の用意できとるで。あ、5.7にしたの？おちびちゃんの要求に応えていった結果よ。グリップが太いっていうか、前後に長いから握りにくいでしょ。慣れの問題やろ。慣れてまえば形自体はそんな悪ないで。握ってみ。ああ。まあ私は手が大きいからこれでもいいかなって思えるけど、タイガ様にはトリガーが遠いんじゃ。それも慣れやな。ちょい空打ちしてみ。お前こんなん好きやろ。こんなプラスチック丸出しの外観なのに、なかなかにソリッドでクリスピーな感触。確かに嫌いじゃないタイプ。でも見た目がな、すごくおもちゃっぽいし、アニメで未来の警察官が持ってザップザップ撃ってそうな感じ。結局それやろ。見た目が気に入らん。それはうちもわかるで。スライドまで樹脂で覆ってるもんやさかい、どないしたっておもちゃっぽく見える。弾も特殊で国内での入手性はあんま用ないし、フィールドストリッピングにもちょいとコツがいるし、セーフティーの位置も嘘やろって位置についとるけど、ええもんはええねん。それは認めたらなあかんやろ。見た目などどうでもいい。それは防弾チョッキを着たやつでも倒せるのか。はい、来た。それや、貫通力で言ったらトカレフかこれやろ。さすがにレベル3のボディアーマーを打ち抜くんは厳しいもんがあるかもしれんけど、大抵は抜く。よっしゃ、ほんならまずは銃になれることや。20メートル先に的用意しといたったから、とりあえず撃ってみ。うむ、レンジスコイングハッ。はっ、ねえもっちゃん、私も後であれ撃ってみたい。別にええけど、また調子崩しても知らんで。うん、それはもう大丈夫。それに自分の銃じゃないから撃てないわ。プロとして言い訳にもならないしね。どんな銃でもそこそこ撃てるようになりたい。せやったら好きなだけ撃ったらええ。言いたいとこやねんけどな、実際あんま弾がないねん。当面の分として200発は用意してあんねんけど、あれを撃ち尽くしたら次は早くて3ヶ月後や。え、そんなに貴重な弾なの？ SS190 やからな。 SS198 の LF なら来週には取り寄せできんねんけど。もうちょっと汎用性のある弾の方がよくない？大丈夫やろ。どっかのアホの子みたいに毎日200発も撃つようなこともないやろうし。それにな、あれはあれでタイガにはあっとんね。高所属の高貫通力、軽量弾頭でディレイドブローバックやから、リコイルも少ない。撃っていて反動が怖くなければグリンチも起こしにくいやろしな。ほんまはストックなしのショートカービンでも持たせたろか思ててんけど、国内で運用するとなればセミオートオンリーで、装弾数は10発以下に制限されてまう。それやったら拳銃登録で装弾数20発の方がええし、何よりあのおちびちゃんが使うねやったら軽い方がええやろ。なるほどね、規制の問題もあったか。せやけどやっぱ弾の流通量が少ないのは痛いな。ここはやっぱり45口径の方が。せやからなんで無理やり45口径持たせようとすんねん。あかん言うてるやろ。なんでダメなの？私と弾の互換が取れてた方が在庫の管理もしやすいよね。
お前なあ、言うとくけどお前の場合一口に45口径言うても弾の種類ちゃうねんぞ。え、例えばお前がつことるイグニスとオーメンや、口径は同じでも弾頭重量がちゃうねん。イグニスの弾頭重量が165グレイン、オーメンが230グレイン。銃の使用用途もちゃう。生身の人体に当てるならイグニス、アーマーの上から撃ったり壁越しに抜こうとするときはオーメン。軽量なイグニスの弾はオーメンでも撃てるけど、重いオーメンの弾をイグニスで撃つとライフリングのツイストレートの差で弾が変速回転を起こしやすくなって当たりにくくなんねん。そうなの？知らなかった。前にバレル交換したとき説明したったやろが、いいぞ山本、もうだいぶ慣れた。どうやった？撃ってみて。発射炎が大きすぎる気がするな。目の前で大きな火が上がると単純に怖いし、野戦であれば余命を崩しかねん。スレッドバレルに変えてハイダーでもつけたろかいな。サップでもええねんけど弾道を乱してもあれやし、まあ考えとくわ。他にどこか直してほしいところは？これ以上は使い込んでみないことにはわからん。さよか。ほな、このアホなお姉さんに基本的な立ち回り方教えてもらい。もっちゃんは私のことアホを言い過ぎだと思うな。一応これでも人に教える立場なんだしさ。うっさい、はよせよ。それじゃまずは基本的なところで、銃を持ったまま走る方法から教えるね。うま、よろしく頼む。銃を持って走るのなんて簡単だって思うでしょ？でもね、これが戦闘中だと意外と難しいんだよね。やること自体は初等部でガスガンを使ってやるのと同じなんだけど、実弾の入った銃を使うとなるとだいぶ変わってくるし、細かいことでうるさく言うけど機嫌悪くしないでね。理解した。それじゃ銃のセーフティーをかけて腰のホルスターにしまって。しまった。じゃあそこを見て、床の上にペンキでバッテン印が書かれてるでしょ。私が手を叩いて合図したら、あそこまでできるだけ早くダッシュして、バッテン印の上で立ち止まったら10メートル先にあるプレートターゲットに口鉄砲でいいから3発撃ち込む。いい？口鉄砲？初等部の訓練でやったよね、弾の入ってない銃を構えてバンバン言うやつ。今更かって思うかもしれないけど、まずは訓練の流れをつかんでもらうためだから。わかった。じゃあ行くよ。はい、ダッシュ。はい、ダメ、止まって、戻って。何かまずかったか？ダッシュするのは銃を抜いてからね。走り出してからだと抜きづらいし、下手すると自分の足を打っちゃうから、必ず銃を抜いてから走り出す癖をつけよう。うむ、わかった。それと走ってる時は必ず銃は片手で持って。よく銃を両手で保持して銃口を斜め下45度に向けて身を低くして走れみたいな指導をすることもあるけど、両手で銃を保持したまま走るとバランスが取りにくくて転びやすいし、転んだ時とっさに手でフォローできないと顎を打ったり顔面から転んで目をやっちゃったりもするんだよね。そんなの転ばなきゃいいって言うかもしれないけど、山の中なら土から露出した木の根っことか草むらの中にある地面のくぼみなんかで意外とよく転ぶんだよ。地面を注意深く見て走れば転ばないんだろうけど、銃を持った敵がいる戦場じゃ敵から目を離してる余裕なんかないもん。なるほどな。室内でも同じだよ。散乱した空薬莢やガラス片なんかを踏んで滑って転ぶことがよくあるし、敵を見ながらダッシュしたら足元に置かれてたビールケースにつまずいたりとかね。目線を敵や目標物に預けたまま走るときは、自分は転ぶのだという前提を持って銃を持っていない方の手でバランスを取りながら走る。そしてもし転んでしまっても空いている手でフォローして致命的な怪我を回避。
転んで立ち上がる時も、銃を持っていない方の手が使える方が絶対に早いから、その辺に気をつけて。もう一度やってみようか。うむ。じゃあ、はい、ダッシュ。はい、そこのバッテン印で止まって。うむ。はい、アウト。戻ってきて。また何かまずかったか。うん、ダッシュはできてた。でも止まるのが下手。全力で走るのに懸命で、止まること考えてなかったでしょう。止まるべき場所で止まれないってのは、弾よけのための遮蔽物から飛び出しちゃうってことだよ。勢い余って飛び出しちゃうと、全力で止まろうとして精一杯になっている一番無防備な姿を、銃を持って待ち構えている敵の前にさらすことになっちゃう。どうなるかわかるよね。なるほどな。前にね、馬力も排気量も上のバイクに乗ったマキと勝負したことがあるんだけど、あの時私がマキに勝てたのは、マキのバイクより私のバイクの方がよく止まったからなんだ。バイクも人間も同じ。体力や筋力に勝る相手に勝とうと思ったら、止まるための性能が重要になってくるんだよ。ボクシングを始めたばかりの素人が、力いっぱい殴ることだけに精一杯で、殴った後の次を考えて止めることを考えてないのと同じ。そんなの子供が泣きながら拳を振り回してるのと同じで、全然怖くないし、次を意識して止めることができるようになって、初めてボクシングに見えるようになる。戦場でもね、きっちりと次を意識してメリハリの効いた動きができているだけで死ににくくなるし、そういう人は見ただけで、お、あんたやるなってすぐにわかるんだ。そういう次ができてる人間っていうのは特徴があってさ、無駄にカッコつけない、変に目立とうとしない、そして欲張らない、そういう地味な人ほど強いよ。話が長くなっちゃったけど、まずはきっちりと止まれるように意識して走る練習をしよう。思った以上に止まるのが難しい時は、走るスピードを少し落としてもいいよ。ぶっちゃけ速く走れば球に当たらないってわけじゃなくて、全力で走ってもジョグみたいなスピードで走っても球の当たりにくさは大して変わんないから。うむ、理解した。じゃあやってみよう。はい、スタート。銃を抜いてからダッシュ。はい、決められた位置で確実に停止。停止、いいよ。銃を構えながら確実に標的を視認、そして口鉄砲で3発。パンパンパン。ほら、撃つ前にセーフティー外すの忘れてるよ。もう一回やり直し。考えることとやることが多すぎる。だから練習するんだよ。今はまだ口鉄砲だからいいけど、実弾を装填してやるとなれば緊張感も増すし注意点も増えるよ。はい、頑張って。うむ。なんや自分、真面目か。アホアホ言われないように真剣に教えれば、その言い草なの。もっちゃんはあれだよな、どうしても私をそういうことにしたいの。命に関わることや、真剣に教えるのが当たり前やろ。ま、アホはアホでも量産がてやないなっちゅうこっちゃな。それどうかにも似たようなこと言われた。この後は何を教えてくつもりや。基本的な立ち回りを覚えたら、きっちりとした両手打ちから教えていくつもりだよ。どんなに打ちやすい銃でも、やっぱり片手打ちは身体能力的に厳しいだろうし、手が小さいし握力も不安だから、ソフトグリップジャムもあるかな。新品の銃やし、うちの方で200発ほどブレイクインは済ませたけど、その間フィーリングエラーが2回ほどあったな。けどそれもマグの相談数を1発減らして、顎下のレールにゴツめのレーザーデバイスかませてフロントヘビー気味にしたったら全然起きひんようになった。それと両手打ちは教えんでええらしいぞ。え、なんだ。アルトは片手打ちをきっちりと教えてくれればええって言うてたで。バンバンバン。
どうでもええけど、あいつかわええなぁ。もう、基本的にどんなに撃ちやすい銃でも、やっぱり片手打ちは身体能力的にセーブしちゃうよ。新品の銃やし、うちの方で。けどそれもマグの相談数を一発減らし。タイトルに戻るよ。グリザイア、ファントムトリガー。